山直市町山直市は大韓民国関温度南部にあるし、大白山脈の東側に位置し、日本海に面している。漁業、農業、石灰岩、セメントなどの工業が主産業で、長い砂浜の海水浴場と石灰岩の洞窟が有名な観光地でもある。かつては石炭の産出も盛んだった。山直市は関温度の南部。 京商北道との道境に位置する。東は日本海に面し、海岸線は 58.4km にわたって伸び、西には険しい大白山脈が連なる。1185平方キロメートルの面積のほとんどは山林である。大白山脈の手法の一つで仏教やシャーマニズムの聖地でもあるズダ山を筆頭に古来から霊山とされてきた。 石灰岩室の気岩解析の峰々がそびえる。山中には、筒子や薬草、老居木が生え、長さ数キロメートルに及ぶ多くの地下道がある。山直海水浴場を関東発見の一つ、竹西郎日本海の暖流に影響された海洋性気候であり、寒温度の内陸部よりも夏は比較的涼しく冬は比較的暖かい。年平均気温は12.5度。 8月が平均24.1度で1月が平均0.5度。最高気温極値は摂氏37.5度。最低気温極値は低、摂氏15.6度である。年間降水量は1284.5ミ、mm、リメートルで、夏に雨が多く、台風や集中豪雨にも影響される。ありがとうございます。